ね、今日は阪神・淡路大震災から20年ということで、ね、いろんなことやりました、ね、はい、ありがとうございます。さて、ね、でですね、さあ行きましょう。しゃべる次でしょ、しゃべる。普段、4人でバンドやってるんですけど、ハーモニカとギターとベースと太鼓ですね。なんですけど、私が普段喋んないからね、ほとんど飲んでますかが、なんかメンバー紹介して終わるんですけど。飲んでますか？飲んでますよ。すいません、あのビールください。いいよ。ビビルでいいですか。お客様ありがとうございます、ね、お客様の助けがなければ今日はこのライブにはね、じゃあ飲んでってください。トイレはすいません、後ろの厨房ザダンザダンザーンと抜けていって、こちらの方に行っていただけるとですね、裏から回っていただければ行き放題です。ありがとうございます。ビール待ちなんだよ。昔ね、ほとんど毎回やりましたね、ビール持ってこないで演奏しないっていうのが。昔阪神ファンだった時に阪神が負けたら演奏がひどかったっていうのが。それは確かに。そうだね。まあその話はおいおい言ってきますから、ね、じゃあ僕は素敵なベイビーを見つけたという曲をご紹介します。